はい、どうも皆さんこんにちはです。ワンダと巨像プレイステーション4版前回の続きからやっていきたいと思います。そんなわけで今回は第8の巨像ということで、トカゲのでかいやつみたいなね、なかなか強敵です。そんなわけでやっていきたいと思います。さあやってきました。うわちょっと待って、これやばこれすげえ超幻想的。危ねえ、ちょっと待って、場所が悪い場所が悪い。すごいよこの場所。うわ、ここのなんか神秘的な、この森でもないけど、神秘的な感じ。いやすげえなこれ、ほらすげえ超綺麗だよあれ。あんな上の方にも遺跡あったんだね、これ。やばい。すごいね、これ。壁紙も Windows の壁紙にそのまましちゃいたいレベルの綺麗さだよ、これ。いやーすげえ。あ、なんか魚みたいないない？いるよね、ほらほらほら、いる。いるぜ、あれ。魚いるぜ。魚。ほい。ちょ、あれ倒せんのかな？ほい。いや、倒せない。ほい。すげえ、水きれい。やばい。魚？魚いるな。この魚につかめるみたいなこともね、なんかプレイステーション2からずっと聞いてたことがあるんですけど、未だにつかんだことはない。おー、つかんだこんな感じなんだ。すげえ、すげえ、すげえ。いや。なんだこの魚。ナマズこれ。よー、ちゃんとつかんでるわ。すごい。めちゃくちゃ水きれいだ、これ。遊びに来たいね、ここにね。リゾート地だね、これ。超水澄んでる。いや、PS2 版だとなんかもう、ね、水澄んでるとかそういうのないので、もう深、どのぐらい深いんだろうってぐらい、こう、底が暗かったんですけど、こんな浅かったんだね、ここ。いやー、すげえ。この水の色よ、そして。エメラルドグリーン。エメラルドグリーンでもないか、でも。水色？いやー、いいね、これ。今までで一番綺麗な場所ですね、今んとこ。森もなかなかね、良かったけど。さあ。もうラスボスかと言わんばかりのこの作り込みね。この奥に第8の巨像がおります。さあやってきました第8の巨像。こいつがね、強い。まずは上からね、矢を撃って、腕が光ってるじゃないですか。あの腕をね、攻撃すると、地面に落ちるんですよ。そこを狙うってなわけで、早速ちょ、これでね、なんかこう吐いてくるから、こいつ。これ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 。しかもこの毒ガスみたいになるんですよね。これがね、めちゃくちゃ食らうんですよ。近いな。近い。この隙間からこれ。近いな。ほい！オッケー。で、片方一箇所だけ足をやっても意味ないので。よいしょ！片方両方。どっちか片っぽ両方。あれ？回復した？ほっ！ちょ待って、回復すんなこいつ
こんな回復力早かったっけ。ちょっと待って待って。ほい、オッケー。これで落ちた。これでドワンと落ちたので下に行きたい。ちょ、こっから行ける？危なくない？これ待って待って、これ危ないな。えいひ死なねえんだそれで。さあ、うわすげえ、鎧の模様とか超リアル。ほい、全然効かん。ほい、オッケー、あと一発行きたい。よいしょ、あと一発いけるか。いけるね。よいしょ、あと一発いけちゃう？よいしょ、こっち側だけでも壊しておきたい。よし、消えねえ。えい、オッケー、消えた消えた。あと一箇所ですね。オッケーオッケーオッケー。危ない危ない危ない。ちょ、体力も減ってるので上に逃げよう。まあ、あんな感じで足をね打つと落ちると。ただこれね、上にワンダが上にいすぎると今みたいな感じで落下死の危険性があるので、ここが今2階ですね。まあ、3階くらいで戦えれば一番いいのかなと。3階に行こう。よし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 。とにかくあいつの毒ガスにさえ気をつければ倒せますね。あ、ここいいね、ここ。よし、あいつ怒ってんな。ただ見失ってる状態ですね。ほい。よし、これで気づかせて、あっちも若干壊れてるとこ、あ、あるね、ここにも。この壊れてるところで、あいつが登ってきたのを狙うといいかもしれない。よしよしよし。こっち側来たな。するとすぐにね、多分下に降りられるので。さあ、来た。ほい、よし、もう一丁、オッケー、行くぞ。よいしょーっとなるので、そこを狙いに行く。よいしょ、倒せるかこれで。あとは下の方、ちょ早くコントローラーのスティックが実は壊れててね、前進するときにこう変な挙動になるんですよおいしょ、いや、これいけるか。ちょ待って、もがくのが早い。もがくのが早い。ほら。もう一回かな、これ。もう一回叩き落とさないとちょっと無理かな。できる限り食らわせておく。オッケー。あと一発、ちょっと、どこ、今どこ。逃げろ、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 逃げろ。逃げろ、逃げろ、逃げろ。危ないっす。はっ。さあ、尻尾にねやられましたけども、2回目、次は下からね、潰しました。ただ体力が少ないので、ちょっともうこの辺で無理あれ、下潰れてねえし。ちょ待って、まずいな。マジか、弓矢で、ほっ、潰れる。弓矢で無理か。ちょ待って、やばい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 。弓矢で弱点で潰せんのかな、これ分からん、やったことねえなそれはよし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 、ちょっと待って、体力がない。ちょっと女王の剣で回復しつつね、うん、ここ安全、ここ安全よ、うん、2.5 階かな、ここ多分おとり場んとこ、うん、ここ安全だから、ここで回復していって、体力マックスまでいって、次でね蹴りをつけよう。ちょ待って、カメラワークが悪い、ここ危ね危ね危ね、やべえよしよしよし、あ、いいね、ここで一気に落とそう。ほい、動くな動くな、オッケー、ほい、よし、行こう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 。すげえ落としたな、なんか。よーしゃ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 ー、上から、上だけか、あとどっちだ、下潰したかな、さっきので。ちょ、場所が悪い。ほい、下残ってる、これ。おい、そこ、やばい、見せたどっちも残ってる、まずい、これ最悪な状況や。オッケー、ちょっと待って、まずいなこれ。よし、オッケーオッケー、ここまで来れば大丈夫。危ねえ危ねえ、あいつの尻尾はたきがもう怖い。初めて尻尾はたき食らいましたね、あれ。一撃やこれ、ハードモード。そこ、危ないっす。
オッケー、いくぜ。ちょっと高いね。よいしょ、よしょ。多分1個はね、さっき潰したはずだから、もう上が残ってんのかな、多分。あとは上を潰せば。これで終わり。いやー、そんなわけで、尻尾はたきで、1位です。してしまいました。さあ、そんなわけで第8の巨像撃破となりました。第8、全部で16体なので、ここで半分倒したことになります。いやー、第8の巨像のビームというか、あの光線ではなく、まさかの尻尾はたきで一撃で死ぬっていうね。ちょっとまた新しい発見が、ありました。うん、おそらくプレイステーション3版でもね、多分1回も死んでないよね。多分一回も死んでないと思うので、ちょっとワンダと巨像、実況を初めて死んでしまいましたね。そんなわけで次は第9の巨像となります。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお願いします。